マルスを倒したコウガとエデンだったが、地球の崩壊は止められない。アリアの杖を取り戻すため、最後の希望を胸に火星へと飛び立つコウガとエデン。だが、二人の前に闇の力を増したアモールが立ちはだかる。次回、セイントセイヤオメガ、わずかな希望、新たなる戦いの地。君はコスモを感じたことがあるか？